東京に本社がある食品会社の中堅社員で小田切さんって人がね、春から店頭に並ぶその商品の、まあ、仕入れ先のね工場の視察と打ち合わせでもって、同じ課の若手の社員2人連れて1月の末、まだもう冬真っ最中の東北行ったわけだ。お前ね、この時期あれだぞ、雪見酒でグッとこれ最高だぞなんて盛り上がっていった。で、まあ、工場の視察のこれもうまくいった。で、打ち合わせもうまくいって、で、帰りにはその新製品のね見本だとか下野だとかつまみだとか散々もらって、どうもお世話になりました帰ってた。泊まってる宿っていうのは大したもんじゃないんですが、一応本物の温泉が引いてあるんで、じゃあ一風呂浴びようや、風呂入った。で、出てきて今度は食堂でもって夕飯になったわけで、さ、どうもやっぱりこの仕事が片付いて気持ちが楽になったせいか、なんかこう緊張感が解けちゃってね、なんか具合悪い、熱っぽい、風邪でもひいたかな、どうも調子悪いな。で、そんな話してるところへ先ほどの取引会社の社員の方が見えて、あーどうも先ほどありがとうございました、実はですねこの先にちょっと気の利いた店があるんですけど、よかったら行きませんか、誘いに来たんですね。普段だったら、ああ行かせてくださいって言っちゃうんだけど、なんだか調子悪いし具合悪いんで、すいませんね、なんだかちょっとね風邪でもひいたかな、熱っぽいんで、この若いの2人連れて行っていただけますか、言ったんで、これも若手社員2人はね、もう雪の舞い散る温泉が喜んで行っちゃったわけだ。一人残った小田切さん、やることもないんで、しょうがねえな、じゃあちょっと具合もあるし部屋帰ってるかと。で、部屋帰ってきた。まあ部屋は自分の一人の部屋、二人はまた別の部屋なんですがね、襖開けると多少の板の間になってる。で、またツッ開けると向こうは畳の部屋、その和室にもうすでに布団は敷いてあって、布団の傍らにこたつがある。こたつの上にはポットだとか湯飲みだとかね、お茶のセットと、あとさっきもらってきた干物だとかつまみがこう山根に乗ってるわけだ。寝るにはちょっと早いしな、それに帰りみんな二人とも来るだろうから、じゃあこたつ入って待ってるかと思って、こたつに足ずっと突っ込んで入って言うと、ポッカポッカ温まってたんで、そのままゴローンとね横になっちゃった。雪が降ってるせいでもってね、全く音が聞こえないわけだ。自分はただ天井の中でポーッてうつらうつらして気持ちよく寝ちゃったんですね。どのくらい寝たか分からないんですがね、なんだか顔だとかこの首筋がよーっと寒い、冷えてきてヘッと目がいて、うーっと思ったら、なんか部屋の中寒いんで、うー寒いな、随分この部屋の中どうしたんだろうな、どっかから風でも入ってんのかなって言ってみたら、閉めた後の襖が少し開いてるんだ。あれ俺閉めたのにな、なんだ。で、まあ襖を閉めようと立ち上がったついでに、だからちょっと用でも足しちゃおうかなと思ってスッと開けた。開けるとね、その板の床にちょうど入り口からポタ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 水滴当たりた跡があって、こっちの部屋の中まで続いてるんだ。あ、そうか、二人が雪の中歩いてで帰ってきたんだと。で、自分のところで顔出したらば、自分がこたつの中で寝てるもんだから、あ、お片づけに帰ったのかと思って、で、そのままトイレ行って用足して戻ってきて、襖パンと閉めて、さあ寝ようと思ったんですけどね、やっぱり体冷えてんで、ちょっとこたつで温めてから寝るかと思って、で、こたつの中ずーっと潜り込んだから、やることがないんで、なんか退屈だなと思ったんでね、なんかかじろうと、こたつにこう手伸ばしたわけだ。つまみなんかあるわけでね、で、手の先でこうずっと探してたの。と、突然でこれをグッと掴まれたら、うわーっと思ったの。冷たい手、氷のように冷えた手が自分の手ギューッと掴んだわけだ。なんだと思った。部屋には自分以外誰もいないんだ。怖いけどこう周り見てみると、もちろんいるはずがないの。でも確かに自分は今手掴まれたわけだ。それも冷たい手で、おい、やだな、自分には見えないけど誰かいるらしいんで、おい、勘弁してくれと思ううちにどうにも怖くなったもんだから、こたつの中で頭からガーッと潜り込んじゃった。途端に小田切さん、うわーって締め上げたんだ。こたつの中、赤外線の赤い明かりにね、向こう側から女の白い顔がこっちをじーっと見てたって言うんですよね。まあ、こんな話を聞かせてもらいまして。